憲法とそれから自民党の改正憲法改正草案というのを比べてどこがひどいかという本を出します。その中で少しお勉強したことを皆さんにお話ししたいと思っています。自分たち私はどう考えてもこの自民党の草案はこの99条を尊重しようとしていないんですね。本当はそんなに尊重してない、まして今の憲法を守らなくてはいけないとわざわざ書いてある人たちが今憲法を守ってないように思うんです。今回72になってこの勉強をしてあまりにもひどい草案を考えている人たちがいる中で憲法を改正することは許しません。私はこれからずっとそういうことを話していきたいと思っています。どうもありがとうございました。まあ、フランスとかで例えば講演会をすると僕は日本政府の批判をします。でそうするとびっくりすることに向こうの人たちはやっと愛国心のある人に会えたって言うんですね。つまり自分の国をね、自分の国のガバメントをちゃんと批判できないような人に愛国心なんかないんだってことなんです。だから右翼の人たちあんな風にやってるけど彼ら愛国心ないでしょ。それ今皆さんにやっぱり言ってほしいのは宮古島です、石垣島です。南西諸島では自衛隊が配備されようとしていますけれども、これが本当に安倍政権と全く同じやり方でその島の首長さんたちが勝手にどんどん決めていっています。日本政府と話をして決めていってしまっています。皆さん、私たちは1972年5月15日にその沖縄返還を実現をしましたけれども、しかしながら憲法の光は基地の壁で遮断をされ、このような状況がもう45年も続いております。皆さん、高江であるいは辺野古であのような貴重な自然を兵役で破壊しているのが今の安倍政権です。何のためか、米軍に奉仕をするためです。国民が主権ではないということが明らかであります。沖縄の県民が無視をされているということが明らかであります。民意が無視をされているということが明らかであります。私たちはこのままでは許してはいけない、このように沖縄の県民は立ち上がっております。皆さんと共に連帯をしながらこの憲法をしっかり根付かせていく。そしてまた先ほど来ありますように日本国憲法の基本的人権の尊重や、そしてまた平和主義、戦争をしないというそのような平和主義、まさに私たちが国民主権という力を発揮することによって本日ご列席の4野党共闘、そしてまた沖縄も一緒になって皆さんと共に戦ってまいります。日本を変えていこうではありませんか。元の日本国憲法を取り戻そうではありませんか。共に頑張ってまいりましょう。連帯のご挨拶を終わります。ありがとうございました。何としてでも勝利を勝ち取ろうではありませんか。それでは議員の皆さん、しっかりと手をつないでいただいて共にエールの交換をしましょう。憲法を守ろう、憲法を守ろう。우리는결코포기하지않는다。私たちは決して諦めない。여러분、皆さん、2011년후쿠시마핵발전소사고는세계에서가장뛰어난핵기술을가진일본에서일어났습니다。2011年福島第一原発の事故は世界で最も優れた核の技術を持っている日本で起こりました。2014年韓国의세월호참사는세계에서가장많은배를수출하는나라한국에서일어났습니다。2014年韓国の세월호旅客船の事故は世界で一番多くの船を輸出する韓国で起こりました。서로나라는달랐지만사람들의이외친구호는똑같았습니다。国は違ったとしてもみんなが訴えたスプレーコールは一緒でした。우리가주인이다、私たちが主人である、사람이우선이다、人が優先だ。憲法万が一と言われ戦争の脅威最前線、沖縄からやってまいりました山城です。ご苦労様です。安倍内閣にやりたい放題やらすわけにはいきません。憲法を変えて戦争の道にまっしぐらに突き進む
安倍を止めようじゃないですか。暴走はさせません。この国が奴のものではないはずだ。我々一人一人の市民の暮らしを、我々の命を守るためにこそ政治はあるはずです。戦争をやり、これ以上やりたい放題許すわけにはいかない。みんなで頑張っていきましょう。全国の激励、そして当局への大きな批判を巻き起こして5ヶ月の拘留を余儀なくされましたけども、このように社会に出てくることができました。皆さんのこのような大集会に参加することができて本当に光栄です。これから裁判が始まりますが、私たちの行為の正当性、県民の思い、あるいは全国の皆さんの平和への思いを訴えて、辺野古の現場とつなぎながら裁判を戦い、必ずや政府に、防衛局に打ち勝っていきたい、このように思っております。頑張りしたいと思います。辺野古でついに護岸工事と称する埋め立ての一部が始まろうとしております。しかし皆さん、心折れることはありません。埋め立てはできないのです。新基地はできないのです。なぜなら稲嶺名護市長が頑張り、埋め立て地のど真ん中に流れている美女川という川の水路変更一つできません。埋め立てを始めた瞬間、上流からの川の水で埋め立て土砂は流されてしまいます。ダム周辺の土砂を取ろうにも稲嶺市長の了解がなければ取れない、そういう状況下にあるのです。もし本気で基地建設をしようとするなら、来年1月の稲嶺市長の選挙で、あるいは11月の県知事選挙で打ち勝たなければならない、そういう状況にあります。けれども県民は稲嶺市長とともに、尾長知事とともに、政府と真っ向から抗していくでありましょう。我々は負けないのだ。県民は負けないのだ。そう思います。どうぞ力を貸してください。そのような状況の中で、恐ろしい共謀罪が国会に上程されております。私たちの運動、県民の戦いを潰すために共謀罪が用意されるのでありましょう。全国の仲間の戦いを潰すために共謀罪が用意されるんでしょう。この法案、間違っても通してしまえば憲法が変わる前に我々は圧殺されてしまいます。皆さん、力を合わせて共謀罪を葬ろうじゃないですか。ぜひ力を合わせましょう。そして国会の先生方にお願いをします。こういう時にこそ野党共闘、あるいは反政府の共闘があるはずです。ぜひとも力強い国民戦線を作って、凶暴化し暴走するこのファシスト内閣に立ち向かうのではありませんか。それこそやるために私たちがあるんじゃないんですか。ぜひ憲法を守り、共謀罪を葬り、私たちの間違いのない未来をさらに作っていこうじゃないですか。全国の仲間が見ています。世界中が見ているでしょう。日本がどこに行くのか。私たちは政府がどんなに荒れ狂おうが、どんなに凶暴化しようが、それに歯止めをかける力をまだ持ってるはず。その頑張りをしたいと思います。
私たち県民も皆さんと共に力を合わせて頑張る決意であることをこの場所でまた申し上げたいと思います。どうぞ連帯をしてまいりましょう。力を強めてまいりましょう。空も澄めば我が心はやんばるの地に我が心は平和の地に。エロコの海を守り抜くために汗迫るが立ち止まりはしない。それ今こそ立ち上がろう。今こそ奮い立とう。今こそ立ち上がろう。ありがとうございました。6月10日の国会放送のまたお会いしましょう。ありがとうございました。山城博士さん、力強いアピールありがとうございました。これからもお体に気をつけてご活躍ください。もう一度拍手をお願いいたします。山城さんが元気いっぱい歌を歌ったので私も歌いたいところですけれども、今日は原稿を用意してきましたので原稿を読み上げさせていただきます。2015年9月に強行採決した戦争法を発動し、南スーダンでの新任務を付与して失敗した安倍政権は、米国トランプ政権の誕生を契機に異常に高まった朝鮮半島の軍事的緊張に便乗して、昨日と一昨日またも戦争法を発動し、太平洋で米韓防護の新任務を命令しました。安倍政権は憲法9条を持つ国の首相として朝鮮半島の緊張を平和的話し合いと外交交渉によって解決する道を選ぶのではなく、米国のあらゆる可能性をテーブルに置いた核戦争の威嚇に同調し、北東アジアで軍事的緊張を増大させる側に立っています。これは日本国憲法の精神が断じて許さない暴挙だと思います。戦争に反対し東アジアの平和を勝ち取るために韓国などアジアの民衆と連帯して戦いましょう。皆さん共に頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。ありがとうございました。Sure. Well, yeah, I support democracy, genuine democracy. Not American, not British, not Japanese interpretations of democracy. Real democracy, where people have power, where people influence decisions, where people control what happens. Whether that's Okinawa, Japan, Europe, anywhere in the world. So yeah, of course I support that.民主主義をすごく支持するので、沖縄の人 の, その民主主義というかが立ち上がることもすごく応援しますということですね。はい。